皆さんこんにちは。今回のトピックは Unity のビルド時間が短くなるシェーダーバリアントプレフィルタリングです。今回の話はちょっと複雑なんですが、先に結論を言っておきますね。Unity を最新版にアップデートすると、プロジェクトのビルド時間が劇的に短くなるかもしれないというお話です。この改良は 2021LTS と 2022-2023 テックストリームの全てに追加されたので、多くの人に関係のある話になってくると思います。例えば、この URP テレインデモプロジェクトでは、クリーンビルド時間、まあ、つまりプロジェクトの初回のビルドですね。それが45分から18分に短縮されたとなってます。半分以下になってますよね。これはかなりの高速化です。さて、それでは一体どこが速くなったのか、なぜ速くなったのか、順に解説していきたいと思います。まず、どこが速くなったかですが、簡単に言うと、シェーダーの数が少なくなることによってビルド時間が短くなります。というのも、Unity のプロジェクトってある程度の規模になると、シェーダーバリアントの増加によってビルド時間が長くなってしまうことが非常に多いんですよね。これはおなじみボートアタックプロジェクトですが、手元の PC でクリーンビルドしたところ25分かかりました。まあだいぶ長いですね。でもこれを詳しく見てみると、そのうち20分以上がシェーダーの処理にかけられているんですよね。シェーダーバリアントがビルド時間のボトルネックになっているという状態です。ただし、このように時間がかかるのはクリーンビルド、要するに初回のビルドだけで、2回目以降のビルド、いわゆるウォームビルドはもっと早く終わります。この PC の場合は1分半ぐらいでウォームビルドできました。ここまでの話を一旦まとめると、クリーンビルドは非常に時間がかかる。その理由はシェーダーバリアントにあるということでした。シェーダーバリアントっていうのは、条件コンパイルを使うことでオプションの異なるシェーダーを複数生成することです。プログラマー以外の方にも分かるよう簡単に説明してみます。ここに例として作ったスプライト用のシェーダーグラフがあります。スプライトの周りにアウトラインを表示する機能を実装しました。これをオンオフできるようにスイッチを用意したんですけれど、こういう条件分岐って GPU はとても苦手とする処理なんですよね。それにアウトラインを使っていない時にもアウトライン処理の入ったシェーダーがロード実行されているというのはいろいろデメリットがあります。そんな時に役立つのがこのキーワードという機能です。これがオンになっている状態のシェーダーとオフになっている状態のシェーダーと2つのシェーダーを生成して適切なシェーダーを自動的に選んでくれるようになります。これがいわゆるシェーダーバリアントですね。シェーダーバリアントを使うことで動的な条件分岐ではなくシェーダーの入れ替えによって機能の切り替えができるようになります。また使用している機能だけに絞って最適化されたシェーダーが使われるためパフォーマンス面でもメリットがあります。このようなシェーダーバリアントは実はレンダーパイプラインの各所で暗黙に作られています。例えばライトの個数に応じてバリアントを作ったり、ライトマップのオンオフでバリアントを作ったり、シャドウマップのためにバリアントを作ったり、などなど。シェーダーバリアントは合理的な手法ですが欠点もあります。それはバリアントの数が容易に増えてしまうということです。例えば、調子に乗って6個もキーワードを使ったシェーダーを用意してみました。すると、1個目のキーワードのオンオフで2通りのバリアント、2個目のキーワードのオンオフと合わせて4通りのバリアント、8通り、16通りと倍々に増えていって、この中だけでも64通りのバリアントが生まれることになります。実際にはここからさらにレンダーパイプライン側がバリアントを追加するので、もっともっと増えるはずです。インスペクタで調べてみたら4600個ぐらいのバリアントが生まれることになるみたいですね。これは多いですよね。このプロジェクトをクリーンビルドしてみたところ4分以上かかりました。たった1個のシェーダーを置いただけのプロジェクトで4分です。シェーダーバリアントの恐ろしさが分かっていただけたと思いますが、いよいよこっからが本題です。最新版の Unity ではこのバリアントの生成を減らすための処理が追加されました。それがシェーダーバリアントプレフィルタリングです。今まではシェーダーバリアントを生成した後に不要なバリアントを除外するというストリップ処理が行われていました。でもここまでの説明からもわかる通り、もうバリアントを生成するだけでも大変な処理量になってしまうんですよね。そこで現状のレンダーパイプラインの設定を参考にして必要のないバリアントはそもそも生成しない、生成する前に除外するというプレフィルタリング処理が行われるようになりました。
これによってビルドにかかる時間が大幅に減る可能性があります。例えば先ほどのシェーダー1個で4分かかったプロジェクトはプレフィルタリングによって約半分にまで短縮されました。ちなみにこのプレフィルタリング処理は今のところ URP でのみ使用されています。まあ将来的には HDRP でも効果が得られるといいですよね。今後のバージョンアップに期待したいところです。こんな感じで今回はシェーダーバリアントプレフィルタリングについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっと遠回りな説明になってしまいましたが、まあね、シェーダーバリアントの恐ろしさを皆さんに知っていただけたらと思い、ついでにいろいろ話してみました。今回の動画が参考になったという方は、高評価やコメントをいただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。